皆さんどうもこんにちは。ホラーゲーム、ホラー映画、大の苦手なうぷ主のミーです。ホラー系、まあまあ怖いヨウムです。同じくマリサだぜ。ということで今回は、話題のホラーゲーム、ゴーホームを実況していきたいと思います。このトップ画面から不気味さが出ていますね。ああ、一体どんな内容のゲームなんだろうか。それでは早速やっていきましょう。もうやめていいかな。始めたばかり。晴れ着姿の女の子を操作するみたいですが、なぜか顔がモザイクで隠れています。七五三だろうか。あー、お母さんかな。そうであってほしい。ダメ、あれは近づいちゃダメなやつ。ダメだったらその時はその時ということで。この人も顔がよく見えねえ。どこか遠くを見ているみたい。はぁ、あ、何もされなくてよかったです。でもこの人がいるせいでこの先には進めないぜ。どうしてここを塞いでいるんですか？塞ぎたいから塞いでいるんじゃない。ただの迷惑な人なんですけど。まずこの神社で何をしたらいいんでしょうね。確かに、何かしらしないとゲームが進まないよね。神社と言ったらお参りだろ。そうですね、試しにお参りしてみましょう。お賽銭は1000円から。聞き覚えのある声がどこからともなく聞こえた気がするんだけど。お賽銭箱の妖精さんじゃないですかね。嫌な妖精だ。あれ、お参りしたら鳥居のところにいた女の人がいなくなった。ほんとだ、これで先に進めるようになったぜ。それじゃあ早速住宅街の方向に進もう。あ、もしかしてタイトルの通り家に帰るのが目的じゃないですかね。なるほど。うわ。うわあ。赤信号で渡ったから車が。あー、びっくりしました。びっくりしすぎて口から心臓が出かかりましたよ。笑い事じゃねえ。今度はちゃんと青信号で渡ろう。さっきみたいにこの先即死要素が盛りだくさんなんでしょうね。マジでびっくりするから勘弁してほしいぜ。今度は大丈夫だよね。ふう、無事に渡れたぜ。なんだかこの住宅街も不気味。変に静まり返ってますね。本当にここは現実世界なのか。マラソン会場。え、なんだ、瞬間移動したのか。マンホールに乗った瞬間移動しましたけど、もう一度乗ってみよう。やっぱり、マンホールに乗ると瞬間移動する。このギミックは今後何かに使うんでしょうか。マンホールに乗ると瞬間移動することを覚えておこう。なになに？ふんふん、へえ、なるほど。らしいです。全くわかってねえじゃねえか。指差した方向にゴールがあるからその方向に進めってことだろ。ああ、そういうことね。それなら楽勝ですよ。この効果音がなんともシュールだな。ゴールはきっとこの子の家だろうね。さあ、お家に帰りましょう。ん？ムービーか。見ちゃダメな方ですよね。なんかものすごい速度で走ってこなかったか。うわあ、どうしよう。あれ、なんか怖いのに怖くない。あの化け物が走ってくるとなるクシコスポスト。クシコスポストは運動会の定番曲。つまりあの化け物は運動会。はい。さすがは運動会、早いだけありますわ。感心している場合か。こいつからどう逃げたらいいんだ。あ、確かマンホールに乗ると瞬間移動するんだったよね。おお、そうでした。このマンホールを使って逃げればいいんですよ。生きた心地がしないんですけど。追いかけっこ系のホラゲーって昔から苦手でさ。ってことで帰っていいかな。だから帰ろうとするな。家に帰るだけなら楽勝だと思ってましたが、あんな奴から逃げながら家を目指すとなると、全然楽勝じゃないですわ。あいつは来てるかな？ああ、思いっきり来てるわ。一番怖いのは角でぶつかるラブコメ展開ですよね。うん、それで恋に落ちたらどうしよう。その心配。あ、まっすぐ指さしてますよ。もしかしてあのアパートらしき建物がこの子の家？めちゃくちゃに逃げてたのによくたどり着けたもんだ。家に着いたらゲームクリアかな。そりゃゴーホームって名前ですから。やったー、クリアだクリアー。ただいま我が家、お帰り私。なんか簡単すぎるような。うわあ、上から人が。え、家に入ろうとしたら屋上から人が落ちてきて。家の入り方が悪いんでしょうか。もう一度入ってみないとわからないね。いきなり来たからマジでびっくりしたんだぜ。起きるよ、くらい言ってくれれば。それもそれで怖いがな。あれ、家どこだっけ。こいつ方向音痴だったわ。このまままっすぐみたいですよ。はい、了解しました。追いかけてくるからとりあえず逃げてるけど、あの化け物は一体何なんだ。
七五三の子供だけを狙うヤバいのじゃないんですか。ただの変態ってこと。来ないでね、お願いだからね。何度かやって、決まったルートがあるっぽいことがわかりました。ただしルートを進まないと、どうやら家に入れないようです。そのルートを覚えるまでが大変だぜ。こればっかりは何度もやって頭に叩き込むしかないねー。うぷ主さんは覚えられないのでメモしてますが。うっぷ。じゃあ、化け物大集合。を突破すると、なんと我が家が。やったー、今度こそただいまー。今人落ちたよな。正面から家に入ろうとした時に落ちてきた人だろうね。はぁ、なんとか家にたどり着いたわけですが、これでゲームクリアになるんでしょうか。何か他にやることがあるのかなー。とりあえずこの電話に出てみるか。この歌ってあの有名な。切れちまったぜ。一体何を伝えたかったんでしょう。あ、仏壇。ん、おかえり。なんで仏壇にこんな文字が。歓迎してくれてるのかな。え、どういうことだ。何？誰かがノックしています。家に帰ってきたのに、ここはもう君の家じゃないって近所に言われるし。一体このゲームの物語はどんな物語なんだ。じゃあ、またかー。終わった。最初から最後まで謎だらけでしたね。どういうお話だったのかいろいろ考えさせられるよ。このゲーム、完全版もあるみたいだから機会があればそっちもやってみたいぜ。とにかく不気味な雰囲気だった。ここに果物を入れればいいんだね。上の土はわかるけど、これ何よ。これは私特製の豆腐だ。この豆腐はどんなスライムにも与えることができるし、スライムの空腹を待たずに与えられて、かけらが欲しい時にゲットできる優れた食品なんだ。おお、それはすごいですね。例えばモザイクスライムのかけらが高騰してるけど、どのモザイクスライムもお腹が減ってなくてかけらを入手できない時に、この豆腐をあげれば食べてくれてすぐにかけらが手に入るってわけね。金儲けの道具じゃねえか。じゃん、モザイクスライムにサーベルスライムのかけらをあげたよ。このつぶらな瞳がたまらないですねー。眉毛もついてて可愛いぜ。また新しい種類のスライムが仲間に入って嬉しいね。今後もいろいろなスライムが追加されるといいわね。まだまだスライムの研究は終わりませんよ。今後もよろしくねー。うわぁ、久しぶりに来たから眩しい。ギラついてるわね、お前の目がな。ちょっと公式のお知らせを見てみましょうか。モチズ、メガバックスアップデート。おうおう、なんだこの速そうなスライム。このアップデートでは、ニンブル渓谷の探索、新しいクイックシルバースライムの追いかけ、豪華な牧場のアップグレード、そして爽快なラッシュモードの試みに招待されます。って説明がされてるわ。招待されるってことは、あのおっさんみたいな人に、オブデンだよ。別のワールドに招待されるってことだよね。ええ、誰にどうやって招待されるのかわからないけど、おそらく P を P すれば P に行けるようになるわよ。一つもわからねえ。前回のおでんさんの時はどうやって行ったのか思い出してみましょう。確かあの時は、電話をつないでおでんおじさんの依頼をこなしたら、おじさんからメールが来て、って感じじゃなかったっけ。ってことは、誰かの依頼をこなせばもしかしたらメールが届いて、別のワールドに招待されるかもしれねえよな。誰かわからない以上、おっさん以外の人の依頼をこなしていかないといけないわね。君たち、私の依頼も別こなしてくれたまえ。お金ちょうだい。それでは依頼をこなしていきましょうか。お、このおばあさん珍しくねえか。私の依頼をこなしたら、何か隠してるわね。あ、全然関係ないんだけど今マウスホイール故障した。本当に全然関係ねえわ。故障したことですし別のワールドに行けないでしょうか。行けません。故障を気のせいだと思えば故障したことにならないわよ。究極のプラシーボだな。あのおばあさんは何に使うかわかりませんが、猫スライムとマグマスライムが欲しいみたいですよ。あのおばあさんよく見るとヤマンバっぽいからもしかしたら、言わねえだろ。猫スライムは拠点から近い場所に生息しているけど、マグマスライムは結構遠い場所にいるんだよねー。めんどくさいなんてこれっぽっちも思わないよ。嘘つけー。あ、猫ちゃんいました。猫ちゃん悪いわね。あのおばあさんのところへ行ってもらうわよ。おばあさん、そんな人知らないなー。大丈夫、とっても優しいであろうおばあさんだから。優しいであろう。これであのおばあさんが当たりだといいんだがな。は、この音色は超激レアな招き猫スライムだ。まさかこんなところで遭遇するなんて。
このゲームの初期の頃からこいつは捕まえられねえんだよな。ああ、眺めておしまいだなんてもったいない。あれ、なんだろう、プレゼントボックスっぽい木箱を割ったら、不思議な球体のアイテムをゲットしたよ。オーナメントって書いてあるから、拠点に飾れるものかもな。拠点をどんどん豪華に仕上がれ昆虫賞って公式からのメッセージですね。昆虫賞とは言ってねえと思うがな。ああ、マグマスライムの個数が足りてない。すっかり招き猫スライムとオーナメントに気を取られていましたね。残り時間1分40秒か。おばあさんの依頼は忘れることにしましょう。なんじゃと。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、今後のアップデートに期待だぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。